Hey guys, what's going on? Welcome to another video. Hopefully this one makes it to YouTube. So we're going to be playing Trails in the Sky. I've never played these games. I was actually gifted this one and one of the, I think, Cold Steel 3. But I hear that I should probably start with this one. So I'm going to start this. Now, I'm well aware that these games, there's like a lot of these games and a lot of world building, like a lot of it. So, yeah. But yeah, we're going to go right ahead and just jump right into it. And we're going to play on normal difficulty because I just want to chill. I hear that this game in particular is actually, the quality of life is. Tōsan, 遅いな。今日帰るってギルドから連絡があったのに。シェラ姉は修行で王国一周旅行してるし。ああ、つまんない。ご飯の前にもう一度、防術の練習でもしよっかな。おい、今帰ったぞ。Man's voice。ただいま、エステル。待たせちまったようだな。いい子で留守番していたか？ふふん、当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。Is that a loaf of bread? 本当？釣り竿、スニーカー、それとも防術の道具とか？うん、育て方。間違っちまったかな。Maybe I raised you wrong. お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？綺麗な服は好きだけど、すぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより伊藤さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとしてそれがお土産？お、鋭いな。よっと。It's a boy. Literally. ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。Dad just brings her a boy home. Here's your present. Maybe I raised you wrong. Yeah, I was gonna say, why is her present a boy?Random sleeping boy. 大きな声を出すなって起こしちまうじゃないか。起きちゃうってこの子生きてるの？ Oh man. Of course he's still alive. I hope he's still alive. なんかぐったりしてるけど。It'd be extra weird to bring home a dead boy. 手当ては済ませたからもう命の危険はないはずだ。だがとりあえず休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶからエステルはお湯を沸かしてくれ。ラジャー、よく寝てる。この子私と同じくらいの年だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。 Oh, so he's a foreigner.確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。ふーん、それはともかく、そろそろ話してもらおうか。ギク。この子誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんがうちまで連れてきたの？ひょっとして隠し子？
お母さんを裏切ってたの? Is she an illegitimate child or something? Did you betray mommy? I really like this Essel girl so far. どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。て。シェラザードに決まってるか。Charizard? Did I pronounce that right? うん、そう。まったくあの耳どし豆。この子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。What kind of business are you into, mister? まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の?まあな。おっと。え?目を覚ますぞ。ボズ、目を覚ましたか。ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです?正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ。どうしてって言われてもな。いわゆる成り行きってやつ?Things just worked out that way. Man, if that's not like every damn game. ふざけないで!カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか!こら!怪我人のくせに大声出したりしないの!怪我に響くでしょ?誰?エステルよ。エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろう。そういえば、って、そんな話をしてるんじゃ。She is beating his ass. 大きな声を出さない。わかったよ。でも、君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。Exactly. なんか言った?だから怪我を悪化させる。なんか言った?Oh, oh man, she's great. She's amazing. なんでもないです。Already putting him in his place.The dude just woke up from being unconscious. Already being put in his place. ま、この家の中ではエステルに逆らわん方がいい。本気で怒ってたら、俺もかなわんくらいだからな。そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない?ん?名前よ名前。あたしもさっき言ったでしょ?こっちだけが知らないのって悔しいし不公平じゃない。お。ま、道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。不便だし聞かせてもらおうか。わかり、僕は。My name is dot dot dot.And this is actually a very pretty game. Wasn't this like originally released on PSP or something? Mabushi. Yoku neta. Kesa no toban wa tousan datta kkeそれじゃあ、ヨシアはまだ寝てるのかな?起きてるみたいね。よーし、あたしも早く支度しよっと。 So his name is, Joshua?
ヒュー。やるじゃない、ヨシュア。おはよう、エステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？ううん、ちょうど起きたところよ。でもヨシュアってば、朝っぱらからキザなんだから。いやお姉さん、思わず聞き惚れちゃったわ。何がお姉さんだか、僕と同い年のくせにさ。ちっちっち、甘いわね。同い年でもこの家では私の方が先輩なんだから。clearly she's not wrong。 言うなれば姉弟子ってやつ。はいはい、よかったね。あー、なんか投げやり。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて。他の曲も好きだけど、やっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？星のアリカだよ。そうそう、星のアリカ。ああ、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。Learn。簡単そうに見えて、これが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたら、はるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシアもハーモニカもいいけど、もっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ。今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。悪かったね、受けが悪くて。そういう君こそ趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫捕りとかスポーツシューズ集めとか。that's funny。 いいじゃん、好きなんだもん。っていうか虫捕りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おい、エステル。 Man's voice again。おはよう、父さん。なあ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。It's time to eat。ごちそうさま。ああ、お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん、食う子と寝る子はよく育つよ。まあ、しっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう。うん、今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じブレイサーよ。もう子供扱いさせないんだから。ふん、まだまだ青いな。 You still lack understanding。最初になれるのは準遊撃士、つまり見習いに過ぎ。一人前になりたかったら早く正遊撃士になることだな。むむ、上等じゃない。見てなさいよ、いっぱい功績をあげまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。試験って。 Wait, didn't we just get over talking about this? How does she not まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっぱ完璧に忘れてたわ。そういえば知らねえがそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。はあ、君って子はのんきというかそそっかしいというか。まったくもっ。Appa is sad.
この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね、父さんほどじゃないってば。 Hey, you know, she's been doing nothing but spitting facts so far, like 15 minutes in. まったく、似たもの親子だな。まあいいや、エステル、そろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。あ、そうだ、父さん。今夜の食事当番、私だけど何か食べたいものでもある？ステーキ。We want steak. リクエスト、受け付けとくよ。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼き、バルサミコ酢風味なんてどうだ？ Man, fish sounds fine too. 何それ？ Oh god. それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。行ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できるのが悔しいけど。She knows. She's self-aware. ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった。雑貨屋でリベール通信ね。残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。やった、ありがとう。 So of course, which means we're going to spend it on whatever the crap we want, right? おう、しっかりやれよ。 Okay, we got full character control finally. Jeez.That was a good intro, though. 17 minutes. Okay, where are we at? Oh, that was back door, I guess? Yeah. Okay. So this is how we move the camera. Got it. Anything worth... Nope, don't look like it. Man, we're quick. Holy shit. Oh, we could go even faster. Damn.Kind of looks like I could have gone that way, but I guess not. Sign. We want to go to roll it, right? So north this way. ちょうどいい時間だね。早すぎもせず、遅すぎもしないってとこかな。教会の日曜学校を卒業したばっかりなのに、ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだから、このくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃあすぐそこにあるブレーサーギルドに入ろうか。 OK, Bracer Guild. This place, right? Yep. あら、おはよう、エステル、ヨシュア。Who's Anna? I Are we gonna be learning? We're not gonna be learning from her, right? I wanna learn from her. Aina-san, ohayo. Ohayo gozaimasu. Shira-ne, mou kiteru? Eh, 2階で待ってるわ。今日の研修が終われば、晴れてブレイサーの仲間入りね。2人とも、頑張って。うん、
ありがとう。頑張ります。Okay. I'm going to be right back. I'm just going to go refill my cup of coffee, and then we're going to continue. So, yeah.Okay, now I'm actually back. Go upstairs. Hoshi to Tsurushibito, Inja to Majutsushi, soして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。知らね。おはよう。あら、エステルよし。珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね。とっとと終わらせてブレイザーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど。ま。その心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。This is like the tutorial part of the game, right? おだまり。毎回毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって。そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。Deserved. 大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでに
むやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど勘の良さはピカイチだから、オーブメントも実践で。 Just laying it into her. Jeez. こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとヨシア。ね。ああ。なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな。君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。That's cute. あ、ところで知らねえ。タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、これね。近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。ブレーサーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。ウィース。何について知りたいの？About ornaments。動力と呼ばれるエネルギーで動く機械仕掛けのユニットがオーブメントよ。オーブエネルギー。セプチウムを加工したクォーツが中に組み込まれていて、その気候に応じて様々な現象を引き起こすことができるわ。最初に発明されてから50年くらいしか経っていないけど、今では照明、暖房などの日用品から兵器、魔法、飛行船まで。 Okay, so this is like our magic, right? Our mana shit. ちなみにこの技術革新は一般的に動力革命と呼ばれているわ。何について知りたいの？ About the bracers。 ブレーサーというのは地域の平和と民間人の保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストよ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛から落とし物の捜索まで様々な形で地域の保護を。 So we're like a mercenary group. Or like a...We're like an adventurer, right? 各地の遊撃士たちを束ねる。 Bracer, okay, yeah. It's just like a guild. ブレイサーギルドよ。 Ah. Got something in my mouth here. In the back of my throat. Had this cough for like, about a month now. I hope it goes away. 何について知りたいの？ About the Liberal Kingdom.私たちの住むこのリベールはゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に。 Liberal or a liberal? I'm gonna say liberal. Looks like it's liberal to me. 大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前、エレボニア帝国に侵略された時も、最後に王国を救ったのはオーバルエンジンで空を駆ける飛行船を利用した作戦だったわ。まあ帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、今のリベールは概ね平和と言えるわね。何について知りたいの？ I think that's everything. さてと、復習はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。 Finally, let's go. ねえ、知らねえ、実地研修って今までの研修と何が違うの？ Well, Essel, because today's practical training, if you mess up, you die. 実地っていうのは現場を体験してもらうってことよ。 I'm joking. I have no idea. これから二人には遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり、
机でお勉強じゃないってこと？Yes, Essel. I'm assuming that by practical training, that's what it means. You won't be studying. ええ、もちろん違うわよ。あちこちに出かけて行って、実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから、楽しみにしてなさい。助かったわ。体を動かせるなら、今までの研修よりずっと楽よ。心配して損しちゃった。なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。おう。最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず二人に渡すものがあるわ。アイナ、もう用意できてる？I'm ready, Aina. いいわよ。じゃ、二人とももらってきなさい。大切なものだから、なくさないようにね。Ooh, we got our bracer notebook. それはブレーサー手帳といって、仕事の記録を残すための公式な手帳よ。どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか。些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。That sounds like it's gonna be a pain. Understood. あら、気のせいかしら。返事が一つしか聞こえなかったけど。記録を残すことはブレーサーの大事な義務よ。めんどくさがらずしっかりやりなさい。はーい、わかりました。うん、わかればよろしい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て。掲示板があるでしょ。 Yeah, I see quite a few. 掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。Ah, okay. So this is the jobs, right? Yeah. Or quest. Whatever. Training, retrieval. This training will involve searching the sewers beneath a relic and bringing back the contents of a chest. See Charizard for details. Do I just have it now?Oh, okay, so yeah, all automatically added to the book. Got it. うん、いいわね。ちゃんと確認できたみたいじゃない。掲示板のチェックはブレーサーにとって基本中の基本。Well, we know where we're going to be finding our side quests.Maybe the majority of them, assuming like NPCs don't give you side quests. 緊急の仕事がないかどうか。Which, they probably do. 大事な義務よ。Knowing this kind of game. 義務ばっかりで、聞いてるだけでも息苦しいわね。確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたら、とても務まらないと思うよ。うん、そうだよね。もっと気合い入れていかなきゃ。ちょっとは気持ちが切り替わったかしら。うん、もうバッチリ。じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？お向かいにあるメルダースさんの工房に行って工房の利用法について勉強するわ。わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから失礼のないようにね。はーい。Oh, we're gonna learn about magic? Let's go. Oh, we're already there. We teleported. 工房の利用法を勉強するわ。工房ではオーバルアーツを使うための専用のオーブメントを改造したり、支援用のクォーツを合成したりできるの。アーツには多彩な効果があるから、使いこなせるようになればいろいろと便利よ。
ブレーサー家業っていうのは危険と隣り合わせの職業だから、工房とも長いお付き合いになるわ。ま、私が説明できることはこれくらいね。技術的な説明は専門家にお任せするわ。というわけでメルダースさん、あとはよろしく。おう、任しとけ。で、何を知れたか。オーグメントとはクォーツをセットすることでいろんな効果を発揮する機械の方だ。その定義からすりゃ、照明や飛行船のエンジンなんかもみんなオーブメント。 Okay, so it's a thing and we insert things into it. Got it. ここで言うオーブメントは身体能力を高め魔法を使えるようにする戦術オーブメントってやつのことだ。 That's the most important part. We can use magic. 個人の適性に合わせて完璧に調整された一品物だから、持ち主によって構造が異なるぜ。具体的には属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うんだが、クォーツをセットするときはまずスロットを開封しなきゃならない。 How do I open my slot? 中央のスロットは最初から空いてるが、残りは工房で開封してもらう必要がある。開封にはセピスがいるから注意してくれ。魔法を使うのに必要な EP の上限は開封されたスロット数に応じて増加するからな。積極的に穴を開けていった方が利口だぜ。 Okay, so we want to open all of our slots as soon as possible. で、何を知れてんだ？ Okay, so orbital arts is like our magic. I think. まあ、平たく言うと。Yeah.専用の戦術オーブメントを使って発動することのできる魔法のことだ。オーブメントの中に蓄えられた動力と呼ばれるエネルギーでいろいろとおかしな現象を起こすわけだな。オーバルアーツじゃ舌噛んじまうからみんなアーツアーツって呼びやがる。いや、アーツ、マジック。花からそう呼ぶってんで。アーツにはいろんな種類があるんだが、使えるようにするにはまず工房でクォーツってのを合成するんだ。そのクォーツをオーブメントのスロットにセットするとアーツが使えるようになるってからくりだ。 Okay, so like, so it's like kind of like finding like a magic stone or some shit, right? Get a like you get or like a red stone and it could be like fire magic that's associated with that stone or some bullshit like that.使えるアーツの種類は、and then you slot that into the fucking thing, and then you can do fire magic. Oh, okay, so yeah, I guess that makes sense. So like you can mix and match, the quartz. You can unlock different abilities or different magic. 水の属性値を持つクォーツをセットすればいいってわけだ。Yeah, okay. まあ正直なところ本当はもっと複雑なんだが、で何を知れてんだ？ So quartz is like the stones that we need, and then how do you say this word? Sepith might be like the currency that you need.セピスってのは魔獣が落とすセプチウムのかけらのことだ。セプトン。色と属性に応じて地、水、火、風、地、空、元って具合に7種類に分かれていやがるんだ。街ん中なら大抵のとこでセピスは通貨のミラに関係。 Okay, so yeah, I was wrong. Septithare those elements, and then Mira is the currency. ではこれを使って支援効果のあるクォーツを合成したり、それをセットするスロットを開封したりできる。 Okay, so we synthesize it into quartz, which then we use the slot and then unlock. Okay, okay. 何を知れてんだ？ Okay, well, もう質問はないみたいね。
let's just do it. なら次は実際に工房を利用してもらうわよ。そのためにはまずセピスが必要ね。それだけあればいくつかのクォーツを乗せるには、 That amount, you two should be able to synthesize a few quartz. まず自分のオーブメントに合う属性のクォーツを作ってみなさい。エステルはどんな属性でも OK だけど、ヨシュアは時属性でないとダメよ。エステル can do anything. That's what I like to hear. Joshua's time? 本当なら商店ではセピスの換金もできるんだけど、研修の都合上今は利用できないからね。Approach the counter and talk to him and press OK. Yep. So, do I do this guy? Modify trade. Excuse me. So, I need quartz. Right? This is time. So, I need to do one time. Got it. And you know what?Essel can do anything, right? So I'm going to do attack. Let's get some attack on her. This gives a negative to defense. Huh. Plus 5% strength, minus 5% defense. We're going glass cannon. Okay. Hmm. 合成できたみたいね。じゃあ次は使えるアーツを増やしてみるわよ。オーブメントにクォーツをセットして回復と攻撃の魔法が使える状態にしなさい。 Both recovery and attack arts. Soul Blur, Clock Up, Firebolt. オーブメントにクォーツをセットして回復、自分たちのオーブメントを見て回復。 Okay, so she wants us to actually... レーサー部長のアーツ表や必要なクォーツが足りなかったら工房で Okay, so I need to go here and make one for HP, right? Max HP...So that's the thing too, like, so equipping these gives us a raw stat boost, right? Like the percentages here. And then the added benefit, so that's the added benefit. But also equipping them unlocks specific arts. So like, I'm assuming since this is HP, this is going to give us healing arts. Okay, so...Yeah, so this unlocks Aqua Bleed and Tear, which I'm assuming are healing arts. Let me see here. Heals at... Okay, nice. うん、回復と攻撃のアーツを両方とも用意できたみたいね。 So, that gave us 5% more...max HP, and I can see that because Estel's HP bar is no longer filled. So, it doesn't update your current HP to whatever the maximum is when you do that. So, okay. そうやって二人でバランスよくアーツを使い分けると戦いやすいわよ。So I don't want to equip something that like halves her max HP and then take that off and put something back in because it won't... Yeah, okay. ちなみにどのクォーツをセットするとどんなアーツが使えるようになるかは And there's like... They throw a lot of shit at you in like the first 40 minutes of this game before you even go into one battle. より強力なアーツが使いたいんだったら
I could definitely see why some of the complaints for the quality of life for like a modern video game are levied on this particular game. You don't play a lot of games nowadays, even JRPGs, where it's like 45 minutes to an hour before you actually get into combat.スロットの数が増えればそれだけ選択の幅も広がるわ。アーツで消費する EP 値の上限も開いているスロット数で決まるから早めに開封していった方が何かと有利よ。じゃあこのセピスを使って実際にスロットを開封してみなさい。どっちのスロットを開封するのかはあなたたち2人で決めるといいわ。 Okay.So we need to open up slots. Slots. Let's open up more slots. Slot 6, can be opened. Why are these down here a different color than these up here? Is it because these can only accept earth ports and these can accept water? Is that what this is? I don't know. I didn't mean to open that one, but okay. Not enough.エステルのスロットを開封したのね。エステルは中央スロットの属性がフリーだから何かと使い勝手がいいわよ。これで一通り工房での研修は終わりよ。さーて次はいよいよお待ちかねの認定試験ね。え？試験って何それ？まさか本気で忘れたの？今朝も話したばっかりじゃない。 Yeah, this will be like the third time, right? そういえば聞いたような聞いてないような。ほんと期待を裏切らない子ね。まあいいわ、とにかく試験場に行くわよ。まだ心の準備が。ほら、キリキリ歩きなさい。A little less yappy. ヨシュア、お助け。メルダースさん、フライデーさん、おう、試験頑張れよ。We got this. It's fine. We'll learn as we go.ようやく研修も大詰めね。これから二人に認定試験を受けてもらうわ。今までの研修の成果が発揮されること期待してるからね。はい。エステル、どうしたの？ねえ、知らねえ。何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？は？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？うん、見たけど。メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。Oh my god, she literally has to have it like laid out.Like, in order for you to, like, in order for her to understand, like, you have to lay it out. Ah, Eido sama, 地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。 This girl just creates all of her problems, doesn't she? Like, all of her struggles, all of her issues, she just makes, like, she does to herself. Why?
She's amazing. だから工房であんなに騒いでたのか。懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。本当に僕たちちゃんと卒業できるのかな。何よ、失礼しちゃうわね。はいはい、二人とも、おしゃべりはそこまで。試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい補習を受けてもらうわよ。大丈夫だってば。さ、早く試験しちゃいましょう。ま、自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的になるわ。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしているから油断してると痛い目に遭うからね。 Why don't we just have monsters living in the sewers? そこで二人にはこれを渡しておくわ。 Whose job is it to take care of these things?Oh, we got tear bombs and a monster guide. この手帳は？それは魔獣手帳といって、戦った相手の情報を記録する手帳よ。敵の特性を見抜いたらすぐその手帳に記録するといいわ。なるほど。情報を制する者が、つまりそういうことですね。その通りよ。よくわかってるじゃない。へえ、いいものもらっちゃったわね。サンキュー、シェラね。ありがたく使わせてもらいます。よしよし、気合い入れていこう。そうだね、実践だと思って慎重に行動しよう。 All right, dungeon time, let's go. Yeah, that's the book thing. Go with that. Yep, so now we got Firebolt. What else did that do? Where can I view their stats? Do I have to go back to the stats menu to view their stats? Okay. So that did give us more attack, right? I believe so. I think ATS is attack. I don't know what the difference... Attack strength, maybe? Attack defense? Okay.Yeah. All right. Let's see here. Items. It's the bracer book, the monster book. Okay. Files. Okay, so that's where we can save. We'll do that here in a bit. I don't know what this is. Okay, let's just go.あそこに回復ポイントが設置されてるみたいだね。 HP や EP が減っていたら戦闘になる前に使っておこう。 Oh, okay, so this is like a checkpoint kind of thing. Yeah. Okay. Cool. Oh, give me a second. My kid needs me. All right. We don't need that, or do we? How many times can we do this? Well, I'm only doing it because Essel wasn't at max HP and she had half her EP.Oh, that's because she opened up a slot and got more EP. So it didn't just auto-fill up to her maximum EP. It stayed at whatever current one. Okay. That's weird. 出たわね。エステル、背後を取られないように気をつけて。わかったわ。Monsters!
Okay, there's the turn. Yep. That'll work. Hint! An enemy may, attack an enemy you may use as a move. Okay. Easy. Wow, he just forfeits a move. Yep, do that. Is it not gonna let me use any arts? I think he's just gonna just not do any moves. This must be just like a scripted fight. It has to be because we couldn't use any arts. Okay. We got some Sepeth for it too, so. Okay. Easy enough. Murmur, that's definitely writing. This monster. It's a swarm. Yeah, it looks like they'd be able to dodge physical attacks. I do like that. How, the enemy design itself kind of gives you a hint as to what's effective. I mean, you would think a swarm of little monsters, it'd be hard to hit them with physical attacks. Joshua. Yep. Joshua is not going to be able to do anything, maybe. I don't know. I think these guys... I'm going to do Firebolt. I think these guys might be weak to fire. They kind of look like they would be. Wait, you have an art. Clock up. Okay. Okay. Yeah, so you can do that. Nice. So it looks like it does take a turn for you to use an art. Like there's a, it's two turns, right? Charge up and then execute. You got a crisp onion. Amazing. Got its back turned. We got this. Range limits, but can be utilized instantly. CP is gained by dealing out or receiving damage during battle. Okay, so CP, craft points. Yep. Ooh, strength plus 20%. How do I select a target? Can I select a different target? Oh, it's everybody within my radius. Okay.
Oh, that's neat. Ouch. I'm wondering if positioning mattered, whether or not that hit 30. Like, she was kind of faced away when that landed. Two juicy bones and one curative horn. And I'm getting hungry. Chest. Revive bomb. Reviving. So, a friend of mine did mention that I should be reading, examining these chests twice as I'm playing this game, like, because I think they have, like, inscriptions in them or some nonsense, so, we're gonna do that now. Because of you, nice work, hero. Okay. Let's go this way. Locked. Okay. Another creepy thing. S-Craft and S-Break, you can use most of the magic as one hit. But CP is not 100 or more, so be careful. So a super craft? Is that what an S-Craft is? We need 100 CP to do that. Ah, okay. So, they ignore the attack order. Got it. Okay. These are actually S-crafts, which will be used as S-breaks, can be changed by going to tactics. Okay, so we can change them. Oh, I have to press it. I have to do it. Oh, I can select anybody. You're almost dead, so I kind of don't want to do you. I'll do you. Hummel. Excuse me? Dang, that did almost 200 damage. You? Oh, you got an S-Craft too now. She's really taking in all the damage. Do I use his? Will this carry over into the next round? I don't know if it does. I'll just save it just in case. Probably won't save it. Another curative horn. Nice. Let's go ahead and use some items. Tear bomb. What is curative horn? Figure out how to eat it requires some ingenuity. So is there... I'm assuming since these are clearly ingredients. So there's cooking in this game. Let's go ahead and use a restorative on you. This way. Nothing. This gotta be the dungeon boss. ここまで来ればもう楽勝って感じね。余裕出てきたみたいだね。それなら今度は行動の順番にも気を配ってみよう。いろいろと有利なことがあるよ。 Okay, so we need time the S breaks so that way
the enemy doesn't get the buff. Got it. And look, our S craft did carry over, so I probably should have saved that one from Nestle. Oh well. Seraph up, HP, okay. We're gonna attack you. So cool. Nice. He's just gonna chill. That's fine. Just go ahead and chill, dude. What crafts do you have? Sever, dual strike. Okay. Healed. That's amazing. Actually, let's go right ahead and attack you. Get you out of here. It's fine. Joshua can handle it. No, let's move you up. I haven't used Aqua Bleed yet. Try that. It's just gonna do nothing. Amazing. And they're out. Hey, we got a lot of stuff. It's gotta be the chest. Found small box times two. So there this chest had chest in it. エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシアって本当硬いんだから、仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。うん。ねえ、誰も見てないし、ちょっと開けてもバレないわよね。 落第したいんだったら止めないけど。落第？Did you just say the F word? そういう可能性もあるってこと。もしこれが本当の仕事だったら、それは依頼者の持ち物だからね。非合法のものでもない限り、中身を確認する権利はないはずだよ。あ、それはそうかも。 Yeah, but how do you know the contents aren't illegal until you open it? どうしても気になるなら、後でシェラさんにお願いしてみれば。さて、それじゃあ。But yeah, no, Joshua does make a point. Okay. Your mission was to search and retrieve. But let's search the treasure. I mean, yeah, bleh. Search the treasure chest again. By looking inside this chest again, you flunk. Just kidding. Yeah, I don't think so. We're passing this shit. Go up here. Tag this again.
Nice. Okay. I think I'm gonna call it here for the video. I think we're pretty much done with the tutorial portion of this so far. I think. I don't know. I could be wrong. But yeah, this has been fun. When we come back, we're gonna continue with Trails in the Sky. And I will see you all next video.